9回の裏パワフル攻撃に入ります。トップバッターは福島。投げた、初球を打ちました、ライト前ヒット、クリーンヒットです。福島バーリス完投の今日初めていたけど完投できなそうだな。低めギリギリいっぱいストライク。ここまで見送りました。第2球投げました、打ちました、三遊間の当たり、二塁送る、二塁フォースアウト、これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。95球バッターは指名打者フランス、今日はここまで絶好調かな。初球打った、アンド左中間、どうだ、ワンバウンドヒット、土屋二塁決定、三塁へ、ランナー二塁でストップ、フランスはツーベース。さあチャンスを広げました。さあもうちょい、さあ粘ってこう。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。50キロ初球ファールから第2球打った、アルボー、投球はこれから3球目。よしよしよし、となりまして、辻今日はここまで4打数1安打1三振、決まったストライク。第2球投げました、よし、打ちました、いい当たり、レフトへのフライダー、レフトバック、よしよしよし、オーバーオーバー、三塁ランナーはホームへ、パーフルス点差を4点に縮めました、辻勝ちツーベース、パーフルスなおもチャンスが続き、今日3安打猛打賞の本田、第1球投げました、ストライク、打ってはいるんだけどね。アウトロー、外れてボール、第3球を投げました、ファウルボール空振り、バッター追い込まれました。次は4球目、投げた、会心の当たり、あーストライク、本田いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。ここは意地を見せてほしい、初球から打った打球はサードゴロ、あーうまい、最後もうまいプレーで締められた。まあいいとこまでは行くんだけどね、やっぱりピッチャーが抑えればなんだよ、もうちょいなんだよ、ある程度打ってはいるからね。結構13軍勝ってんな、結構いい試合してるね14軍、負けてはいるもの14軍もまあまあいい試合してる。で5軍戦です。 DH なしの先行、さあいつ勝てるのかだよこのチームが。全敗もあるんじゃないか、さあ高野が先発、初先発だね、救世主なるとなるか、もう抑えればいいだけの話だから、救世主になってほしい。まず打つ打たない以前に投手が抑えてくれないと勝てない。よし、負けた。さあ4番の仕事で早めに優位に進めたい、早めに点取って。第9投げた、打ちました、初球打ち、サード左横のゴロ、やっぱりしゃべタッチはアウト、これで2アウト、これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。投げた、外角高め、外れてボール。さあ次の投球、スプリットいいな。第3球を投げた、アウトサイド空振り、追い込んで投げました、もうインコースへ。第5球投げました、よし、スプリットなんとか、レフト前ヒット、レフトバックホーム、パンフルズさらに1点追加、秋山タイムリー、パンフルズなおもチャンスが、バッターは7番福島。第1球投げました、打ちました、アルボー。さあ次の投球、ストレート
第3球を投げました。打ちました。ファール。追い込んでから第4球をインコース引っ張った。一塁送球。ここは守備に2点止まり。さあこれがどう出るか。パークです。ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー1塁。はい、ピンチが悪いの。決まってストライク。第3球を。でもやっぱりエース格だな、このコントロール。まあコントロールの良さを見るとエース格だな。初勝利になるか。チャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁三塁という場面で長い。さあ次の投球。スクイズ。よし、うまくいった。うまく決めた。スクイズ決まった。パーフルズ一点入りました。三対零。ランナー一人を置いて迎えるバッターは川崎。全員野球。バッターボックスは内野ゴロに倒れています。あ、いや。宇宙間へ持っていきましたが。カーソルがうまく合えばホームランあったかもな。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第9初球を打った原田。ボールを取る。一塁へ送る。アウト。スリーアウトチェンジ。3回のパープル。ここはなんとかしのぎたい。さあ抑えましょう。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で小野。第2球投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。打ちました。よし、抑えた。取ってこれでスリーアウトチェンジ。いいぞいいぞ。はい、高野がこのチームの本当のエースかもな。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で高野。でもなんか毎回ピチャンスも作ってるな。打った。二塁ランナー三塁で高野もヒット。福島三塁決定ホームへ。ああ前は。ツーアウト。よし。ああさあここ大事よ。大事大事。しかも松田だよ。コントロールいいんでしょう。頼むよ。しっかり投げ切って。よし。見逃し三振。ギリギリの。今日2本のヒットを放っている中川。もうコントロールいい割にはなんかちょっとずれんな。ストライク。追い込んでいます。投げました。よし。さすがのコントロール。リプレイをご覧。やっと勝てそうだ。追加点のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で福島打ちました。中野落下点に入った。ただこういう時に限ってちょっと打つ方がんまり機能しない。金子に意外と、まあ、のらりくらり押されてるな。取りました。これで3アウト。パーフルパーフル。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー二塁という場面で田村投げました。カットボール見送ってストライク。おお、いいねいいね。さあいいぞ。このまま無失点で頼む。よし、無失点。6回無失点でかい。高野様々だわ。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターピッチャー高野投げました。ほら、そうスローしっかり溜めて打つ。あいやいいがなくていい。無理しなくていいよ。高野は投げてくれればいいから。ここでバント職人だから、やはりバントかな。うまい。これがバント職人。アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ワンアウトランナー二塁に変わります。うん、よし。辻もバッティングがいいでしょ。辻ナイスバッティングです。スモールベースボールでなんだかシーズン31本も打ってるけどな、ホンダで。第2球投げた。もういいねいいね、普通に打つ。これはヒットになります。パーフルズ1点入りました。よし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 。6対0ぐらいになればなんとか勝てそうな気がする。今日2打点を挙げています。初球を打ちました。うん、いいぞいいぞ。中間に上がっている。センター前にヒットになります。ボールは中継。パーフルズさらに1点追加。長いタイムリー。これで今日は3打数の2安打。さあワンアウトランナー1塁3塁という場面で川崎投げた。超スローボール見送ってストライク。第2球アットダブルスチール。スクイズだ。これはキャッチャー間に合いません。ファルボールアットダブルスチール。あー超スローボールできなかった。バント。あ、そうか、3アウト。これ3アウト。初球空振
でもここで交代だもんね。でも高野素晴らしいピッチングでした。うん、7回ワンアウトまで無失点。さあここからの救援陣がめちゃくちゃ重要になってくるね。岩田でいくか。スピードあるからね、なんとかなんか抑えてくれるか。さあ、ツーストライクと追い込んだ。投げました。空振り三振、バッターアウト。岩田、見事なピッチングです。バッターは2番、竹内。投げました。初球決まってストライク。投げました。2球目から。いいぞ、いいぞ、いいぞ。力を込めて投げてくれ。打ったに当たりだ。よし、うん。スリーアウトチェンジ。大石、8回の表、パワフル攻撃に入ります。先頭バッターは足立。投げた。危ない球。第2球。投げた。スプリットはボール。第3球は。危ない球。次は4球目。投げた。打って出ます。ヒット。いいバッティングを見せました。さあ出た福島、今日はここまで3打数。さあ2人出た。福島ナイスバッティングです。パワフル内野陣バントかな。投げた。初球を振ってきました。三塁線転がした。しっかりバントで送って、でしかもセーフ。ノーアウト満塁。初安打。投げた。初球から打ってった。おお、岩田ヒット。ボールは中継。これは勝ったな。これは来た。これで樋口が満塁ホームランでも打てば確実に勝った。第2球投げました。お痛烈な当たり。真ん中来たけどね。ボールは中継。まあこれは勝ったな。よし、ついにこのチーム初勝利。今日初めてのヒットになりました。ノーアウトランナー2塁3塁となりました。辻発進で捉えた。抜けた。センターバックホーム。パーフルズ苦しい。点は全然取ってんだけどね。タイムリーヒット。チームパーフルズなおもチャンスが続いています。本田もいいバッターだし、辻もいいバッターだし。ジャストミート抜けた。ボールは中継。パーフルズさらに1点追加。10対0。高山ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、長井今日はここまで3打数2安打。初球から送ってきました。ピッチャーの左へ転がした。1塁送球アウト。ここは確実にランナーを進めてきました。パワフルズなおもチャンスが続きます。決まってストライク。第2球いいハイ空振り。バッター追い込まれました。第3球ボール。第4球は空振り三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは足立。第9球初球空振り。チェンジアップにバッタータイミングが12点目くらいまでは欲しいけど。流し打ち。どうだ。三浦下がってきた。よし、になります。本田一気にホームへ。パワフルズこの回7点目、12対0。強いじゃん、うん、ここまで2安打の福島。第9球投げました。ちゃんと取れるときは取れるし、だからあと本当に投手崩壊さえしなければまあいいところまで行くんじゃない。ボールを掴んだ。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。まあこの点差なら大丈夫だわ。パワフルこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターは松田。今日はここまで3打数1安打1三振。投げた。ボール投げた。危ない球。第4球を投げた。変化球ストライク。低め投げた。打ちました。いい当たり。飛びついた。抜けた。松田いいバッティングを見せました。右バッターボックスは4番中川。投げた。ストライク。まずは入れてきました。打ちました。抜けた。ただそろそろ点が入れられるかな。第9球アウトローを見送ってストライク。インサイド決まってストライク。簡単に2ストライクと追い込む、見逃し三振。岩田ナイスピッチング。バッターは6番三浦。投げました。インコース低めいっぱい。ストライク。まずは決めてきました。第3球を投げました。打ちました。ファール。第4球を投げました。インローの直球はボール。完全に外れた。ボール。投げました。インコース引っ張った。ファーストライナー。
これで2アウト、ランナーは1塁で、1アウトで投げました。直球見送ってストライク。この回も投げ切ってくれればいいや。投球はこれから3球目。縦のスライダー見送ってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。ファール。さあ5球目打ちました。セカンド、よし、セカンドから1塁送球。いいね。アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧。チャンスは結構作られてるんだけどね。この回の先頭バッターは土屋。投げた、打ちました。初球打ち。おー、いいね、いいね。さあ抜けた。土屋、いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー。もう1点か。もう1点。第9初球送りバント。代打行くか。堀、キャッチャー堀。ピンチヒッターは堀。一塁牽制、タッチはセーフ。第2球、投げた、打った、引っ張った。お、いいね、いいね。ライトの右、しっかり打った。一塁ランナー三塁へ向かう。バッターランナー二塁でストップ。堀、ツーベースヒット。さあチャンスを拾う。パークです。ここで前進守備をします。投げた、ボール。ホームラン欲しいけどね、樋口ね。第2球、投げた。ホームランバッターではないんだな。少し意識しすぎたか。第3球を投げた、アウトコース高め。どちらかというと内野安打バント職人だったら、まあスクイズにしてあげるか。バント職人。サードから1塁送球、スクイズ成功。パンフルズ1点入りました。今日4本のヒットを放っている辻。第9、どちらかというと辻の方がホームランを打てそうな気はするけど。第2球、ボール。投球は3球目、投げました。インコース空振り。ちょっと変化球主体だから難しいか。投げました。戸上自体がヒットになった。パフルズけど打ってるよ辻、めっちゃ。バッターは3番本田。そして盗塁も決める。よし、いいね、いい選手だわ。打った、打球はセンターへ。でこれでいけるでしょ、この辻の足なら。はい、パフルズさらに点追加。強いな、うん。第9、ちゃんとなんかみんな打つし。二塁間へ抜けた。ボールは中継。長い、ナイスバッティングです。ワンナウト、普通に強い。二塁となりまして、川崎ここまで2打席連続三振。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。完全に外れた、ボール。第4球を投げました。まだ入りそうだ。まだまだ入りそうだぞ。本田、三塁マーカー。パーフルズ、さらに1点追加。川崎、タイムリーツーベースヒット。パーフルズ、なおもチャンスが続いています。普通に対象ですね。打った。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。投げた。初球引っ張った。よう、対象ですな。今まで負けてたのは嘘のようだな。18対0、福島タイムリーツーベース。パンフルズ、なおもチャンスが続きます。第9、投げた、打ちました。初球ファールから投げた、打ちました、掴んでこれで3。さあ18対0、すごいね、この2回だけで13点。まあ誰でもいいな、高木でいこう。9回の裏、パワフルズ攻撃に入ります。この回のトップ、ここまで圧勝も珍しいね。なんか久しぶりな気がする。ここまで圧勝もあんまない。だからこういう感じでね、抑えていってほしいところだな。投げた、真ん中ストライク。第3球を投げました。カーブはボール。第4球を投げました。絶対痛烈な当たり、ライナー破った。須藤、いいバッティングを見せました。打順のトップに帰って原田、ここまで2打席連続三振。投げました、打った。原田、ナイスバッティングです。第9、投げました。初球を振ったアウト。これはインフィールドフライ、取りました。あと1人。今日2本のヒットを放っている松田、投げました。ストライク。第2球、投げた、2球目ストライク。さあ次の1球が最後となる。変化球、空振り三振。
普通に高木が抑えちゃった。あんなに投手を犯してたのに完封リレー。まあこういう試合もあるんだったら他の試合もねしっかり抑えとってほしいけど、さあ、まあこういう風に勝てる試合もありますと。他でねしっかり抑えてほしいところだけど、エースの服部がちょっと信用ならないから次頑張ってほしいところだね。優勝リーグ優勝争いはまあまあ無理だけど、もうまあ2軍がやはり優勝だな。そうとしては DH アリ高校4軍戦です。さあ服部リベンジなるかってことだね。うん、さあ服部リベンジの舞台だが、ちょっとでも調子普通じゃ厳しいか。さあ先制のチャンスを迎えました。あー相手怒り、まあなあちょっとこれは勝ち切るのは難しいか。まあ18対0なんていうのは絶対無理だから、3対0でもいいから、何でもいいから、3対2でもいいからって、ね、勝ってくんないかな。よし、うん、まあ、とりあえず先生、ツーアウトランナー一塁三塁という場面で秋山第9球打ちました。初球打ち、よしよし、さあ2点目入った。ヒットボールは中継、パンフルズさらに1点追加2対0。先ほどバッターは7番福島第9球打ちました。ファール第2球投げた、打ったファールボール第3球1つ外したボール、第4球は打ちました。いいね、センターへ持っていった、センター前ヒット、センターバックホーム、福島いいバッティングを見せました。パーフルズなおもチャンスが続きます。打ってはいるな、このチーム。まずは見送りました。投球これから2球目、インコース高めストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、バッターの足元、第4球を投げた、いいね、打ってるね。左中間へのフライですが、これはヒットになります。こんなに取れると思わなかった、1回から。パンフルズこの回4点目、土屋タイムリー、パンフルズなおもチャンス。ツーアウトランナー1塁3塁となりまして、フランス初球を打ちました。青木バットしていった、うん、センター前ヒット、パンフルズ1回から取って、バッターはトップに帰って樋口、今日早くも2回目のバッターボックス、ボール。さあ次の投球、低めのボール引っ掛けた、エンド取った、エンドそのままベースに入ってスリーアウト。さあこれを守りきれるか。お、でも2回裏もチャンスか、すごいなこのチーム。しかもちゃんとライジンキャノンバン、バントするし、ちゃんとここはきっちり送ってきました。パワフルズ爆速ストレートに慣れたか。初球を打った、ショートライナー、これでツーアウト。自分のスキルが上がってきたから逆に打てんのかな。投げました、初球カーブは空振り、カーブに全く能力値は下がってんだけどね、1分間しか計算して。第3球を投げました、打ちました、ショート左へのゴロ、一塁送球、うん、よし、スリーアウトチェンジ。あ、アウトか、ツーアウトだったか。お、なんだこれ、抑えてザッタリ。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー。で、しかも毎回チャンス。初球から打ってった。ライトへの打球。太田取りました。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。今日2ベースを打っている樋口。第9球投げました。初球空振り。タイミング合いません。第2球打ちました。ファール。投球は3球目、投げました。いや、うまいわ。さすがに打てないな。パワフルズ
ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー初球打った。ライナー普通に痛いだ。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。パワフルズ。しかもそうか、勝手に2点取られてるから3点目、3失点目。パワフルズなお。ワンアウトランナー二塁という場面で太田、最初のバッターボックスは、まあ、なんとかスプリットを効果的に使いながら抑えていってほしいけど。ランナーは二塁変わりません。打ちました初球。まあそろそろ打たれるな、さすがに。いや来たか、ついに4軍打線が目を覚ました。さあこの辺を抑えれるかがもうポイントになってくるね。決まったストライク、これで追い込みました。投げた、よし、かけた、あっとインフィールドフライになりました。よし、二塁送球、これで2アウト、ランナーは一塁二塁変わりません。初球に送ってストライク、投げた、真ん中にストライク、これで追い込みました。投げた、打ちました、フラフラと上がった。福島交代、よし、さあ抑えたぞ。先ほどパワフル追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でグラフ初球を打ちました。センター前クリーンヒット、センターバックホーム。フランスはナイスバッティングです。碇守る。さあ岩本投手、樋口今日はここまで2番手打てるか。おさあ樋口が長打。今日は安打を放っています。バッターの辻、第9球投げた。ボール。第2球。スクイズ。上げちった。取った。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。第9球投げた。なんとか1点欲しい。よし。前進ヒット。レフトバックホーム。パワフルズリードを4点に広げます。では改めてここまで2安打の中。第9球。いいねいいね。センターへの打球、センター前クリーンヒット、ボールが転がる。パワフルズさらに1点追加。本当打撃陣はいいな。パワフルズこの回5点目、安定してる。岩本2アウトランナー2塁となりまして、川崎今日はここまで3打数1安打。初球打ちクリーンヒット、ボールが点々と転がっている。ボールは中継、パワフルズリードを7点に広げます。11対4。打撃陣は本当安定してんな。ツーアウトランナー二塁という場面で秋山、今日はここまで3打数1安打。投球これから2球目、空振り、タイミング合いません。投げました、打った、バットが折れました。ピッチャー真正面、アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わり。さあこの回までで いや上村か、もう勝ったか。ランナー一塁二塁という場面で坂本、上村で行く。まあ調子いい順番に行くか。高木パワフル第9決まってストライク、まずは入れてきました。1番坂本怖いね。アウトローへ投げました、打ちました、いい当たり、打球はレフトへ。まあ普通に打ったか、やっぱりレフトからサードへ。パワフルズ1点返しました。坂本タイムリーヒット。パワフルズなおもピンチが続きます。あっと引っ掛けた、ヒットになります。ちょっとやっぱりな、キャッチはセーフ、三塁はセーフ。第9ちょっと厳しいか。初球はストライク、投球これから2球目、ストライク。第3球を投げました、危ない球。投球これから4球目、インロー外れてボール、投げました、打ったに当たりだ。三塁ランナーホームに帰ってくる。厳しいねどんどん取られる。高木バッターは4番ベント。じゃあいいや、東まで。あと4回でも抑えなきゃいけない、きついな。流し打ち、サードライナー真正面、これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。投げた、ストレート見送ってストライク、投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、ライナーヒット、ライト前ヒットになった。藤井3塁回ってホームへ。続いて2連打、やっぱり打撃戦になってんな。どんどん取られるもんね、本当に。外れたボール、投げた、2球目ストライク。
コントロールよりもまず球威と球種の豊富さが必要だよな。うん、コントロール運の以前の問題だよね。打たれてんなぁ。あー、なんとか抑えたよ。ほんとなんとか抑えたって感じだった。まあまあ、この回からちょっとあの切り替えて頑張ってほしいね。うん、一人一人しっかり抑えていけばいいから。一応貝またぎ丸にはなってる。よし、いいぞいいぞ。まあ、こっからちゃんと抑えてくれれば。うん、うん、うん、ごめんごめん、これはごめん。しかもセカンドまで行かれちゃったよ。抑えてたのに、これはごめん。藤井投げました。第2球投げました。2球目ストライク投げました。スライダー決まってストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。第5球投げた。よしよし、うん、まあまあ、よし結果俺。スリーアウトチェンジ。では改めて